美味しいです。でこの額でこの味ならもう優勝です、これは。うまいね、初めてね、だけどビールがあるといいね。うまいよ、うん、お金のあれには感動必至、新スタイルのお値打ちステーキチェーン。あま市の店舗でオープン前の様子を覗くと、まだ開店前なんですけど、うん、もう来たんですよ。そうみたいね。11時からとか聞いとったけど、時間早かった、ちょっと。いい時間だけどね。あ、そうなんですね。子供が美味しくてお値打ちなとこがあるよって言ったもんだから来ました。オープンと同時に流れ込む当たり前ピープルたち、注文は食券を購入し、お盆で受け取るセルフ式で、焼きたてのお肉をすぐに。お待たせしました。ハラミステーキご注文いたします。そのお味は。分厚いステーキにご飯、味噌汁、生卵がついて、お値段なんと安いです。これだけやってご飯とお味噌汁自由なので。いくらでした？一番人気のロースステーキセットはなんと1000円。このお得な世界を味わえるのが感動の肉と米、皆さんご存知ですか？春日井市に1号店をオープンすると、破竹の勢いで1年半に14店舗を出店、今乗りに乗っているチェーン店なんです。気にして食べてるからな。うん、なかなかステーキなの。はい、食べに行け。何食べてます？ハラミ。ハラミ、言った通り何もかもで1000円じゃないかな。ビール、うん、なかなかこんなとこないよね。うん、嬉しいですか？嬉しいね。近くにできたから嬉しいね。柔らかな食感と噛むほどに広がる肉のうまみ、全世代に愛されるハラミステーキも 180g の大満足ボリューム。ピンクのペアルックでご来店の熱々ご夫婦が注文したのは、値段も質もやっぱ両方いいなと思って。なるほどなるほど。まあ、これからもう2回目ですけど、まだまあ余裕でリピーターになるかなって思ってますんで、できれば週1で行きたいぐらいの。本当に感動した感じです。なんか感動しましたね。もうだから感動の肉と米じゃないですか。絶対行こうみたいな感じで、言われたんで、もうこれは行くしかないなっていう感じで。お店で一つ一つ手こねで作る粗挽きハンバーグ、ご飯、味噌汁付きのハンバーグセット、それが800円ですよ、これもっと買いますよね。800円ですよ、これ。さらにこんなお値打ちな食べ方も。ハンバーグを食べていたご主人が券売機で何かを購入。なるほど。分からなかったらお肉できる。そう、肉だけをお値打ちに追加注文できるんです。正直
まだハンバーグ食べかけなんですね。行っちゃいます。この音を聞きに今日は来てる。追い肉というシステムを使えば800円のハンバーグがワンコインに。ハンバーグを追い肉した後、今度はお米に夢中。実はお米にも感動なんです。こだわりのお米を釜で丁寧に炊いているから美味しさが違う。なので、はい、ちょっとご飯3杯目でいきます。行きますか。追加しましたね。追い肉してるから炊きたてご飯が食べ放題。しかも自動です。米美味しいもんな、ここ甘みあって。もうただご飯ないんだよ。いや、おかわり。今このおかわりですね。おかわり。大盛りで。大盛りで。大盛りで。自分でいかないですか。大盛りってきます。さらに。野沢菜の漬物。卵かけご飯に入れた。はい。これ美味しいですよ。美味しいですよ。お肉はこの分厚さ。はい、ちょっとご飯3杯目でいきます。ご飯は食べ放題。これで1000円。ステーキチェーン感動の肉と米。さらに感動なのが、なんと豊富なご飯のお供も全部食べ放題。来ますね。うわ、美味しそうですね。美味しそうですよね。うん、美味しいです。美味しいですか。美味しいです。自由度はさらに増し。すごいの食べてるんですけど、そんなんありました。自分で作りました。作りました。肉そぼろとキムチとステーキです。肉そぼろとキムチとステーキ。はい、今日初めて来て作りました。肉とキムチが混ざって美味しいです。物価高騰のこのご時世に、なぜこんなにお安く提供できるのか。弊社の東海地区ではおなじみの網焼き亭が運営するステーキ屋になりますので、お肉の方はプロ集団しっかり厳選したいいものを安く仕入れてきますので、これだけお安く提供できるということになっています。運営は愛知では当たり前の焼肉チェーン網焼き亭だったんです。お肉のプロが仕入れているから安くて美味しいが当たり前。あ、ステーキとご飯のお供で無限ご飯。続いてのチェーンは喫茶店モーニング。フレンチトースト出してくれるところあんまりないので、ね、なるほど。今日なんか恒例狙ってるって感じです。ちょっとまあワンランク上な感じの雰囲気です。いつも混んでるので、うん、あらかじめちょっと電話して、だから空いてるって言ったもんだから、うん、ちょっと予約させてもらって今席取ってもらって。普通のパンの、うん、パンと違って もちもちしてて美味しいです。ここでしか楽しめない味に熱烈ファン続出。
ワンランク上の喫茶店。一体どんなお店なのか。名前はコーヒーグータン。店内はシックな色合い、落ち着きのある広々とした空間にいたのは、優雅なブランチを楽しむ女子会マダームたち。女性のお客さんっぽくないですか？そうですね、8人ぐらいで女性が多いですね。8人ですか？はい、品があっておしゃれな女性のマダムの方が多いかなって感じですね。大人の時間って感じの大人の時間が過ごせるので子供は置いてきて子供は幼稚園の小学校を送り出してちょっとゆっくりしようかな。なぜこんなにもマダムたちに愛されているのか。美味しい、本当美味しい。全然他のとことコーヒーの味がやっぱり全然違うんです。もう入る段階で香りがするんですよね。私今までコーヒー飲めなかったんですけど、ここで飲んで飲めるようになって。あ、そうなんですか。マダムも大絶賛のグータンブレンド。さらにコーヒーだけでメニューは25種類。実はグータン、業務用コーヒーの卸売メーカーが運営しているんです。だから世界各地の厳選されたコーヒーをお店で楽しむことができる。こだわりの一杯を入れてくれるのはコーヒーインストラクター1級の吉田店長。注文が入ってから豆を引き、いっぱいいっぱい丁寧にハンドドリップ。フレッシュで豊かな香りに包まれながら引き立て入れたてのコーヒーを楽しむことができるんです。さらに珍しくないですか、このサイズで。これね、はい、2杯分あるんですけど、はい、2杯分。あ、はい。熱烈マダムのお目当てはコーヒーだけじゃなく、本当いろんな種類があって美味しいよね。独感がすごいよね。ああ、値段ね。モーニングはなんと12種類から選べるんです。こちらのマダムは出してくれるところあんまりないので。なるほど。これ食べたくてきたんですけど。人気のフレンチトーストモーニングはサラダとヨーグルトがついて、ドリンク代にプラス319円。忙しい朝が一気にエレガントに。こちらの方が食べているのは、今日はこれはホットドッグです。へ、はい、すごいあのウインナーがジューシーで、うんうん、でこのパンカリカリなのがすごい美味しくて、でいつもこれです、うん、あ、いつもこれですか。いつもこれです。モーニングは他にもご覧のメニューが。中でも一番人気が、なんかね、あの本当に普通のパンのパンと違って もちもちしてて美味しいです。口どけもちこモーニング。もち米粉を使った食パンはしっとりもっちもちの新食感。
そんなに違います？そう、全然違う他のと。本当ですか？もっちりです。本当ですか？はい。はい、いいですか、はい、すいません、はい、あ、全然違いますね。米粉ですもんね、もち米粉だから違いますよね。あ、違う、まあ、ね、グルテンフリー、うん、まあ、ありがとうございます。あ、美味しいこれ。よかったらサンドイッチもありますよ。よかったら、うん、いいですか。カメラマンさんにいただきます。いただきます。美味しいよね。どうですか？美味しい。突然ですがクイズです。グータンのモーニングについてくる卵にはある特徴が。そう、珍しいですね。剥いてあるのありがたいね。お家とは違う感覚で、ね、そういう細かな気配りも、うん、なんかと話したんでしょうね、これ。あ、なるほど、うん、見てみる？あ、ちょっと見せてもらっていいですか？やっぱり主婦はね、うん、お金かけてくるっていう。あ、なるほど、変わった黄身がね、ちょっと味がちょっと染みてるね、うん、黄身まで。グータンでは、ゆで卵ではなく、味付きの煮卵を殻を剥いて提供してくれるんです。西三川に3店舗ある喫茶チェーン、グータン。接客にも愛されるわけが。そうですね、いつもストレート、見た、見てない、見てないよね、15年。今日起きたらニュースで勝ったんですね。あなたがされるのドリンクのお母さんになって、皆さんお稽古してくださいゼロが入れてます。はい、グータンのスタッフは積極的におしゃべりするのが当たり前。そこにはこんな狙いが。会社の方針として、スタッフ1人ずつパンを作るっていう感じの接客。そう話す吉田店長にも熱烈なファンが。案内されたのは、お客さんからいただいた差し入れですね。これも、はい、くれました。常連様が人数分以上、これぐらい、こんな感じ、これも大量にもらいました。このティッシュもお客様にもらいました。え、ティッシュですか？はい。ティッシュまでくれるんですか？はい。助かります。うんうん、いくらあってもいいから。おいしさのお礼をしちゃう親密喫茶。